心のママです。ママです。今日は2人でアバベルをやっていきたいと思います。ママは心マンのアカウントを使います。パパは心のパパのアカウントです。まあ早速ログインしていきたいと思います。今チャンネル1に入っています。草原階層1階ソナリア。草原階層ソナリア。あ、なるほどな。中に入っちゃってるのね。中って？ここから出たらいいの？ちょっとかし。というわけでアバベルの動画はこれから前回の分と今回の分次にもう一本出す予定なんですけど、まあ前回のまだ見てない人は見てみてください。で今回のはちょっとレベルが上がったパパのパパ前の動画では多分レベル5ぐらいだと思います。で今回は今36、おお30ぐらい上げました。で一応30までは職業を変えることができます。うん、でそこから変えれないんだけどレベルが50になったら1個上の上級の職業になれるので、うん、とりあえずレベル上げ決戦までは50までには上げたいですね。で上級の職業で挑んでいきたいと思います。そう、その決戦っていうのが3本目の動画、まあこれはまた後ほど。とりあえず合流しよう。合流したあ、してる。横見てみ、座っとんから。ほんまや。このゲーム、今から今ココロンパパとココロンマンがいるんですけど、今ココロンパパとココロンマンパーティーに入っております。このパーティーなんですけどレベルの差が10以内であれば同じクエストに行った時に経験値を分け合えることができます。だから同じレベル同士で行くと効率がいいかもしれないね。でパパはヒカキン軍団に入っております。いっぱいおるな今回。はい、ここで読めるかな。何かぶったんパパそれ。なんかくれた。ほら、名前心のパパ黄色の文字で書かれてる上にヒカキン軍団と書いていると思います。一応ヒカキンなんかいっぱい集まってきたよ。マジかよ。はい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 、マジか。なんかみんな強そうやな。みんな強そうやな。あ、めっちゃ回復してくるよけど。うん、なんかすごいいっぱい優しい人が集まってきたよ。どないしたんや、どないしたん、どないしたんや。とりあえずパーティーでそのパパのスキルをね見に行こうと思います。はい、基本的にはこういう感じでここでクエストを受けてやっていく感じ。これはしない。パパのちょっと敵の全滅のこの緊急事態ですっていう、はい、出現3エリア、はい、ママは多分すぐ死ぬと思います。はい、とりあえず行きます。はい、でママどうしたの。ママはね引っ張ってこれるんです。これパーティー、同じパーティーに入ってる人をこのクエストに引っ張り込むことができるんです。勝手に同行可能になっております。どこにおる。ちょっと待ってね。はい、パパ一人でやっていくか。ママ入れないんでパパ一人でやってってもらいます。でここで私なんかクエストやってくるわ。でこの右側にボタンがいっぱいあると思うんです。こうね、これが今うぅでコロリンで逃げたり避けたりはできます。なんじゃこのクジラ、やべやべやべ。で回復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 して回復して、逃げる。こい、危ねえ、当たった、危ねえ、しない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 、攻撃しやされるって。レベル36で死ぬんかよ。え、だって相手レベルわけわからんことなの。ボスだからな、ボス。やべ、無駄やった。あ、死んだ。いや、諦める。うん、私も死んだ。はい、こんな感じで、はい、これ大型ボスモンスターを倒すやつかな。うい、目の前にいた。はい、それではしばきに行こう。ベーン、うらうらら、ダーン、ヒュー、あぶね、うい、そっちからこのサメみたいなやつをね、この赤のボタンでこうくるっと回転して避ける感じで、あとこっち側スキル、これもフレームバスト、シャキンシャキン、イエイ、痛え、当たった、こう避けていかない、痛え、当たった、ほら今パパの強いのはこのスキルかな、フレームバストドーン、やべ、ほらフレイバースト、かっこいい、パパかっこいい、ヒューヒュー、ほら、もうちょっとじゃない、もうちょっとだね、いなくなった、どっか行ってるって、
どこ行った？で、ここで戻って一応クエストをクリアで、クリアしたらここ戻ってくるので、さっきの受注していたやつを報告しなければなりません。報告するとこういう、完了報酬を受け取れます。で、レベルが37に上がったら、この左上メニューの下のところですね、レベルアップ、レベルアップしましたら、こういう感じで今ステータスが、出てると思うんですけど、1上がるごとにステータスポイント2をどこかに振り分けてます。パパはもう攻撃重視なので、一番上の攻撃に しか上げておりません。本当に攻撃特化にしております。だから打たれ弱い。というわけで、ママからフェスの告知です。6月27日月曜日やっとっていいよ。いいんかよ。うん、ゲームフェス生放送にマルチ出演します。パパがイエーイ、やったんだ。今回はイベント専用 PVP マップで、はじめしょうとセイキンさんとヒカキンさんが3人で密縁の戦いを行います。それにパパはヒカキン軍として参戦します。それまでにね、レベル50までするらしいから。で、それまでにレベルを上げていくためにもパパは結構ログインすると思うので、見かけたらまた声をかけていただいたら嬉しいです。で、その生放送のゲームフェスがあるんですけど、それの誰が勝つのかっていうのを無料投票できる分があるんですね。6月13日からヒカキンさん、はじめしょうさん、セイキンさん、誰が勝つのか無料で投票して、おお、リゾート見事予想が当たったら、そのそれぞれの勝利したチームのリーダーのなりきりアバターがもらえるらしいです。なんで絶対投票しましょう。これパパが所属してるんで、ママは投票できるんですよ。ママをはじめ社長に投票します。やべやべやべ、マジで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 、カメさんばっかりやばいって、死ぬー、死んだー。詳しいゲームの情報とイベントの情報とかは概要欄に書いておきますので見てください。はいはい、じゃあフェスに向けての意気込みをお願いします。はい、パパはとりあえず50番投げて、新卒、新、上級の職業で挑みたいと思います。とりあえずそれは目標。とりあえず活躍せん限り、その生放送のマルチではまあ目立てんからね。そう、ちょっとグイグイ行こうよ、グイグイ。そう、ヒカキンさんがね、ありがとう心マンパパーみたいな、おパパおパパーっていうぐらいね、いけるんか。で、まあ3本目の動画はその生放送の時の様子を投稿しますので、とりあえずパパは攻撃重視なので特攻していきたいと思いますというわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。